お昼のニュースです。なにわ動物園で生まれた子グマが。じいちゃん、チャンネル変えていい？うん、ありがとう。多くの人が訪れ、ゆうこにお任せ。新婚さん、おいでませ。こないだ変なメールが来て。もう驚かさないでよ。懐かしい、これ映画館で見たな。呪いのメールって知ってる？そのメールを読んだ人は1週間後に。やめてよ、本当に。なんとか言ってよ。あ、いや大丈夫。そう？ちょっと待ってて。どこ行くの？台所に行くだけだよ。アイリッシュコーヒーでございます。せっかくだから何か飲みながら見よう。召し上がれ。このメールは一体どうなっているんだ。これが呪いだというのか。君は怖くないのか。俺は恐ろしい服。騙された。コーヒーなのにこれお酒だ。やだな、怖いな。今夜のお酒、アイリッシュコーヒー。僕白米、焙煎前のコーヒー豆って白いんだよ。コーヒーリキュールと熱湯と生クリームでも簡単に作れるよ。呪いを解く方法が分かったの？本当か？この中にあるんだな。壊して入るぞ。怖い。大丈夫だよ。よしよし。けど、見たい。怖い時はいつでも抱きついていいよ。これは…ああ怖いよ、ソーラ。大丈夫だよ。そこにいるのは…怖い、ソーラ。いや、普通のシーンだけど…ソーラ…怖いよ。聞きました。ちいちゃん、テレビ見えないよ。怖い怖い。